今回はレボメプロマジンについて解説します。有名な商品名はヒルナミンです。この動画では装病で使う場合の説明をします。お話しする内容は1効果に特徴です。1効果、装病で使う場合、神経の高ぶりや不安感を沈め、気持ちを穏やかにします。そわそわ、イライラ、不安感を和らげ、興奮した神経を落ち着かせる効果があります。レボメプロマジンの効果の詳しい話をすると、 メインの作用は頭の中、脳の中の神経伝達物質の一つであるドパミン作用をブロックすることで不安、緊張、興奮などの症状を改善します。またセロトニンやノルアドネラリンの作用を抑える効果も分かっています。そのためいろいろなケースで出されます。一般的には量や飲み方は人によるので指示に従ってください。2、特徴。比較的多い副作用はめまい、眠気、 手の震え、体のこわばり、突っ張り、口の渇き、おしっこが出にくい、便秘、目のかすみ、立ちくらみ、動悸などです。気になる症状があれば相談してください。飲み始めは特に立ちくらみが起こりやすいので気をつける必要があります。もしも高熱が出たり、体重が増えたり、いつもと違うことがあれば出してもらった医療機関を受診してください。 眠気やめまいが起こることがあるので自転車や自動車の運転はしないことが大切です動画のご視聴ありがとうございましたぜひグッドボタンやコメントチャンネル登録お願いします田舎の薬剤師チャンネルは薬の説明が聞けて質問できるチャンネルですさらにリクエストもできてメンバーシップでは優先的に返信し薬以外のことや個人的な健康相談も可能です とりあえず無料のチャンネル登録はとてもおすすめです。一番そばであなたの健康を応援したいと思っています。お大事に。